はい、ということで皆さん、こんにちは、こんばんは。ドゥモドゥモ、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちはということでですね、今日の動画で何をやっていくかというと、本日もザラセールの動画となっております。はい、本日なんですけれども、今まで、ザラのアウターだったり、あとは T シャツ類だったり、おすすめアイテムを紹介させていただいたんですけれども、今回はアクセサリー、小物、バッグのカテゴリーのおすすめ商品を紹介していきたいと思います。で、実際に、僕が、店頭で見ていたりとか、あとは実際に購入したアイテムも出てきますので、ぜひ、気になる方は、チェックしてみてください。そして今回は、最後の方に、今回のザラセールでも最もお気に入りのアイテムが出てきますので、そちらも漏れなくチェックしていただければなというふうには思っております。はい。では、早速紹介していきましょう。はい。ということで、まず最初、まあ、ちょっと一つアクセサリーなんですけれども、ザラさん、ですね、こういうアクセサリーが結構出ておりまして、ブレスレットで3590円とか、ネックレスで3990円とか、こういう形で出ているんですけれども、個人的にはやはりおすすめはシルバー925とか、そういった素材を使われているアクセサリーがおすすめとなってまして、ザラさんは基本的には、真鍮だったりだとか金属素材に、シルバーメッキを施したものが、多いです。というか、まあほとんど、そういったものになってまして、やっぱりどうしてもそのシルバー925とかじゃない限り、メッキが剥がれてきたりだとか、あとは汗で変色したりとか、あとはそもそもやっぱり見た目のそのメッキの感じだったりとかがちょっとその本格派じゃないというか、まあそれでも昔に比べてすごいクオリティは高くてかっこいいアイテムは増えているんですけれども、やはりちょっと個人的にはシルバーアクセサリーとかすごいつけるのでなんか物足りないなっていうので、個人的にちょっと、ザラさんのセールで、アクセサリーを狙うのは、ちょっと個人的にはなしかなというふうには思っております。とはいえやっぱりアクセサリー何も持っていない方とかに関しましては、まあ元々3590円とかでそんなに高くないんですけれども、それが、セールで2000円台とかになる分には、結構お買い得だと思いますので、まあアクセサリーのあくまでちょっと入門編のような、感じかなと思います。まあ、入門編とはいえね、ザラのアクセサリー結構デザインが結構ねパンチ効いてるものが多かったりはするので、割と、初心者の方はシンプルなこういったチェーンのネックレスとかを買った方がいいかなと思います。はい。で、続きまして、小物なんですけれども、ザラ、こちらリミテッドエディションのテクニカルキャップ3990円となっております。こちらですね、素材が、コットンの素材とかではなくて、ナイロン素材のキャップとなっています。まあ、商品名がテクニカルキャップということで、ちょっとナイロンの光沢感のあるキャップになってまして、その光沢感がちょっとこう、普段のね、キャップに比べて、ちょっと変化を持たせられるということで、これも実際に僕、店頭で見ましたけど、ナイロンの感じもすごく良くて、で気持ちちょっと浅めの、シルエットなので、もしかしたらちょっと頭の形によってはなんかしっくりこないなっていう方もいるかもしれないんですけれども、まあとはいえ、このテクニカルキャップのこの素材感はすごく良かったかなと思います。結構本当に、ハイブランドから、出ているような、某ナイロンのね、こういったブランドから、出ているような、まあナイロンキャップということで、結構おすすめのアイテムになってます。テクニカルキャップリミテッドエディション3990円となっております。はい。そして、続きまして、バッグの、カテゴリーに行きまして、こちら前回も動画でおすすめ、したんですけれども、キルティングクロスボディバッグ、こちらもリミテッドエディションのものになってます。これ実際僕商品購入させていただきまして、結構いいバッグで日々愛用させていただいております。はい。でこれストラップが長さが3段階ぐらい調整できるので、まあほとんどのなんか身長とかの方には合わせられるかなと思います。まあもちろん女性の方とかでも全然合わせられると思います。で、6590円ということで、まあこれがセールになるなって、さらにまあ6590円でもなんか安い気はしたんですけれども、これがさらに安くなるってなるとかなりお買い得かなと思います。ただ一つちょっと注意事項がございまして、ストラップのところがこうなんかピンみたいなのでこう止めるようになってるんですけど、それがバッグの中身を入れすぎるとなんかいつの間にか外れちゃって、なんかズルズル下がってくることがあったので、ちょっとそのあたりはまああまり物を入れないっていうので、注意していただければなと思います。ただまあ肩からこうかけた感じもすごい、かっこいいバッグになっておりますので、かなりおすすめのアイテムになってます。はい。そしてバッグなんですけれども、レザー XL トートバッグということで、これも、あれですかね、リミテッドエディションのアイテムで39,990円ということで、ザラのバッグの中だとおそらく一番高い、価格帯のバッグになってると思います。で、ザラのバッグいろいろ出ているんですけれども、やっぱり、セールで買う
買うならですね、やっぱり、合皮ではなくて、こういう本革の素材ものを買った方が、個人的にはなんかいいのかなというふうには思ってます。はい。で、ただこれサイズが相当大きいので、その生活スタイル、僕はこんな大きいバッグ使わないんですけれども、まあこういった3万円台のバッグが本当にまあ半額とかで拾えたらすごくいいのかなと思ってます。で、これよく見ると金具もちょっとヴィンテージゴールドみたいな金具を使われてたりとかして相当おしゃれなアイテムになっていると思います。はい。で、もう一つが、こちら、ちょっと季節的な素材のものなんですけれども、ウーブンクロスボディバッグ6590円となってます。はい。で、これはストローですね、素材ですね、なってまして、ちょっと夏向きの素材ということで、これから、6月、7月、8月、まあ、9月ぐらいまで、すごいこう季節感を出せるような、バッグになってますので、このあたりもおすすめになっています。まあ、せっかくなので、こうセールで安いということで、季節感のあるアイテムを買うのもおすすめとなります。はい。で、続きまして、シューズ類に行きたいと思います。一つ目が、チャンキーソールスニーカー8990円となってまして、こちらが、このダメージ加工のあるカラーですね。なんか、ちょっと前まで完売してたような気がするんですけれども、結構今、在庫が入っているみたいです。はい。で、これ、素材は合皮の、ものなんですけれども、結構、ソールが、まあ、チャンキーソール、ザラのチャンキーソールの中でも、かなり厚めのソールを使っていて、ちょっとこう、汚し加工があるようなアイテムになってます。はい。で、ザラの、デニムの動画でも紹介したんですけども、バギーデニムとかとの相性が良くて、結構ソールが、こうボリュームが、あることによって、バギーフィットのこう、フレア、すごいこう、ドカッというシルエットでも、こう、裾を引きずらないような、ぐらい、結構チャンキーソールなスニーカーとなってまして、まあ人気アイテムではあったので、ちょっとこのタイミングで在庫復活してたっていうことで、おそらくセールになると思うので、ね、まあ狙ってた方も、多いかなと思います。はい。そして続きまして、クラークスのコラボレーションのレザーローファー。22,990 円ということで、こちら、クラークスですね、今年2回目、2023年にもコラボレーションをしていて、今年2回目の、コラボだったんですけれども、今回はこちらのローファータイプのものが出ております。はい。で、前回のモデルは、僕買ったんですけれども、今回のモデルも、こういった形でローファーの黒ということで、まあ、やっぱり、クラークス、いろいろ型数出ているんですけれども、やはり黒の素材が、黒のカラーが、まあ、一番使いやすいんじゃないかなと思います。はい。結構ブーツとかもね、出ていたんですけれども、なんか毛足の長い、素材になってて、ちょっとこう、なかなか合わせるの難しそうだなということで、今回は、クラックスコラボは、レザーローファーのブラックということで上げさせていただきました。前回のモデルもそうなんですけれども、サイズに関しては、基本的にはクラックスのサイズになっていて、僕個人のサイズ感で言うと、まあ、ワンサイズ下げぐらいがいいのかなというふうには思いました。はい。はい、ということで、次なんですけれども、今回のセールの中で一番個人的には、皆様におすすめしたいアイテムが、ザラオリジンズのスニーカーとなっております。はい。YouTube ライブとかではね、めちゃめちゃおすすめしてたんですけれども、こちらの、ザラオリジンズのスニーカー、僕は発売した、その日にですね、こちらのシルバーのモデルを購入させていただいたんですけれども、これめちゃめちゃ良かったです。すごくね、履き心地がいいです。結構ザラの靴なんですけれども、インラインのものだと、どうしても歩きにくかったりだとか、なんか妙に疲れたりするアイテムが多いんですけれども、まあ、そのあたりはちょっと、まあ、ザラオリジンのスニーカーが本当に最初っていうことで分かんなかったんですけれども、すごく歩き心地も良かったです。で、デザインも、こういうちょっとスポーティーな、感じで、ちょっとアシックスとか、なんかそのあたりの、イメージしたようなスニーカーになってまして、結構合わせやすかったです。で、僕シルバーカラー、買ったんですけれども、まあ、14,990 円の定価っていうことで、もう正直そのあたりの価格帯ってもうニューバランスとか、アシックスとか買えちゃう値段ではあるんですけれども、これがセールになるとしたら結構、いいんじゃないかなと思います。個人的にはこのザラオリジンのスニーカーセールにもしなったら色違い、ですね。例えばブラックとか、あとは結構面白い色もたくさんあるので、ちょっとそのあたりは結構僕の、個人的には第一候補というか本当におすすめしたいアイテムがザラオリジンズの、スニーカーとなっております。で、ちなみにサイズ感なんですけれども、僕普段ザラの靴だったりだとか、あとはアディダス、ニューバランスとか、全部26のサイズを履いているんですけれども、こちらのザラオリジンズスニーカーに関してはいつも通りのサイズ、特に、サイズ上げたりとか下げずに、下げないで、いつも通りのサイズを買ってあげるのが、いいかなと思っております。はい、ということでザラオリジンズスニーカー 14,990 円となっております。はい、ということでいかがだったでしょうか。本日は、小物バッグ類ということで、紹介させていただきました。
まあ、過去の、アウターとかも紹介してますので、気になる方はそちらの動画もチェックしてみてください。はい。まとめると、まあ、結構アクセサリー類に関しては、まあ、ジュエリー類ですね、に関しては、個人的にはそこまで、おすすめ、しないので、さっき言った、キャップだったりだとかバッグ、あとは、靴ですね。靴は今回紹介した中でも、まあ、オリジンズのスニーカーもそうですし、クラークスの、レザーローファーとかも、今回のセールの中だとかなりおすすめのアイテムになっております。まあ、セール率がね、ちょっとどのぐらいになるかわかんないんですけれども、結構安く買えたらラッキーかなというふうには思います。はい、ということで、これでね、ザラのセール、ちょっとこの動画がいつ上がるかわからないんですけれども、おそらくもうこの動画上がった次の日かその次の日にはセールが始まっていて、またYouTube で実況ライブということで、セール始まったら実況ライブまたやる予定ですので、ちょっと気になる方はチェックしてみてください。はい、またね、いつもだいたいこういう感じのサムネイルでちょっと命を燃やして、ザラセールね、本気で、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。よろしくお願いしますなのだ。これからもファッションやアクセサリー、腕時計の動画を出していくのだ。では、See you next time なのだ。